今日のテーマかかりつけ医ですまあ「丸劇」でも何回か取り上げました特にこのコロナ禍で、まあ、最初の頃、まあ、3年前になりますねもうね熱が出たらまずかかりつけ医に相談してくださいワクチンもかかりつけ医に相談してくださいでもかかりつけ医ってどういう人だっけ私はいるんだっけみたいなところから始まったと。だって昔そんな言葉はなかったですよね。うん あのまあ、ホームドクターみたいな言葉はありましたね。で、まあ、あの家族が何かあるといつも、まあ、昔は往診というのがありましたけれどそのお医者さんに来てもらってまず最初の診断これはただの風邪ですねみたいなことを言ってもらうってね昔の映画にもよく出てきたことですけれどもあのだからそれ以降 つまりそうやって何かあったらお医者さんが来てっていうのがなくなって以降多分なんかそういう風景の,あの記憶は全く伝承されておらず従ってかかりつけ医かなんか知らないけど。 そんなのいないよねっていう人が大半なのでまずコロナはかかりつけ医って言われても多くの人にては意味不明でしたよねどこに行ったらいいか分からないし、ねうん、自分がこの間かかった人がかかりつけ医かなと思ったらいや向こうはそう思ってないみたいなことが起きたと。それで、まあ、あの番組でも何回かまあ家庭医っていうまあ制度が1980年代議論されたけど頓挫されたと、うん、あるいは国民的議論が必要だみたいな話もあって。うんうんうん で実は議論は起きたんだけども今一体それがどうなっちゃったのかっていうことを今日は話をしていこうということで、えー、元厚生労働省医政局長のまあ官僚でいらっしゃった、はい、武田敏彦さんにお越しいただきました。今おお二人がおっししゃいましたよ、ね、かかりつけ医 で、そもそもそんなに馴染みのある言葉ではないと。ね、ちょっとここに一つ用意しました。まあ、いろんな言葉を書いてみました、うん。それであの、かかりつけ医という言葉があって、今政府で議論されているのは。かかりつけ機能の制度化っていう、あの。また難しい言葉で話して、そう,ねうん、そうするとかかりつけ医とかかりつけ機能って何が違うのか。うん、一般的にみんなが思ってるのは。 主治医とと主治医何が違うのかっていうところ、ねはい、まあこの辺からですね、うん、やっぱりちゃんとみんながあのこう議論を整理して理解しないとなかなか議論が進まないなっていう感じはいたします、うんうん、医療ってですねあの例えばあの法律を作りましたあの、えー、何でもいいんですがコロナの,その問題で引っ掛けていますとコロナに対応する病院を作りたいと。 言って、じゃあ、法律で病院を作るというのを決めればできるかというと、あの、そのままではできないわけですね。例えば、あの、この間の法律でもありましたけれども、その。あの、知事が命令を出すと、コロナ患者を受け入れろと言って。その、じゃ、あ勧告権限を書けばできるのかっていうと。あの、医療側の方が、それが能力と意欲がついてこないとですね。法律書いてもできないわけですね。で、あの、そういう意味でいうと、あの。 当時の雰囲気としてはあの国は一体をやりますあの医療の方向性をダンス医療から支える医療に切り替えていきますそしてあの財源は国民にお願いをしましまたで今までみたいに社会保障は切るんだカットするんだと医療は無駄ばっかりだから適正化するんだじゃなくてです、ね、あの新しい財源を入れていくっていう時にあのこういうのが出てきたっていうそういう意味では非常に大事なあのことだと思うんです。うん で問題はです、ね、その時の精神がちゃんと引き継がれているかどうかというところで,す <laughs>、はい、でそれはあの、えー、単に医師会だけではなくてあの政府の側も含めてです、ね、あの今、今度はあの当時と違って2040年に向けての財源の議論は進んでいないわけですで。財源の議論が進んでいないときにあの新たな制度化で新たな制度化といったときに国は枠組みはできますよ。そのこういういものを 医と,いいと呼びましょうとかできるし、まあ、なんかこの診療報酬でなんか点数つけますのでできるけどもそれをやってくれるお医者さんが出てこないとこれ空振りになっちゃうんですよね。うん、そういう意味で言うとその現場と対話をしてあのじゃあ我々はこういうことであの頑張りますとじゃあ国の方はこういう制度を作りますとこういうある意味現場との対話があってあの作っていくのがこの医療提供体制。うん 成り手の問題があるよっておっしゃってましたよね。で、これはね。あの、話を伺ってて、あの、僕らが小さい頃、普通にやった。お百姓さん、お店屋さん、大半自営業でしたよね。で、まあ、あの、アメリカ的なら、ね、あの、パパママストはない言い方なんですけど。でも、それでは、どんどんなくなっていっちゃったのは、なぜか。あの、まあ、僕が住んでいる。地域で見てても。やっぱり息子さん、娘さんが。うん あのつがないからですよね。でどうして継がないのかなっていうふうにあのまああの聞いてみると例えばその自営業をやっていたあの1代目あるいは2代目ぐらいだとあの自営業の楽しさってやっぱり地域とのつながりなんですよ。であの基本あの地域住んでる人の名前を覚えてるし。 あここのこともアレルギーだっていうのは聞いてるからあの言われたら卵を使わないコロッケをあげてあげるとかあ実際最近までうちの近くにあったお肉屋さんってもうでもそういうふうあのしてくれてたんですよね。でもその子供の世代になると親が親の世代が持っていたような、ね、地域のネットワークを持ってないんですよ。そですね、なのでそのののでそ自営業の楽しみってどこにあるのか といいうことを地域のネットワークがない、ね、子ども世代があの想像できるはずもないんですよねだからそこはあのもう非常にかなり明白な理由で自営業者がそうやってあの世代交代できずに廃業していくみたいなことがある。だからそうすると昔のねあのその往診してくれたようなお医者さんの その楽しみっていうのは多分お,しお,いしいそのお医者さんの子どもや孫の世代になるともう多分わからないんだと思うんですよね。なのであの本当はいろんな方面から、えー、問題に取り掛かることがいいなと思うんだけれどやっぱ僕はなんか社会学者なのでなんでその地域とつながることの喜びや楽しさ ということを誰も問題にせんじないでここまでまあガランドになってきちゃったのかなっていうこと、うんうん、コロナの時に、まあ、いろんな問題がありましたが私はの究極的にはですねあの、えー、人によっては何日間も自宅で保健所からの電話を待ち続けて。 あの保健所からら電話がが来なないいと医療につながらないしかし保健所から電話は来ないしかし1日経っても2日待っても電話が来ないまあさまざまなところで目詰まりが起きちゃったわけですけどもあの結局その医療と切り離されてるっていうかですね医療とつながっていないというところが最大の不安感だったんじゃないか。そしてそのたとえ電話1本であれですねあのお医者さんとと話ができるとあの 全然違うわけですよね何かあったら電話してくださいとか電話で「あ大変でしたね」って、まあ、あのこうこうこういうあの薬を出して、まあ、これで何時間か様子を見てっていうそれで得られる安心感っ非常に大きい。であの我々今さまざまな形であの人と人がつながっていますで友達ともつながってるし会社ともつながってる。で、えー、医療もそういうふうに進化すべきじゃないのか。 あので24時間というのも別にです、ね、その必ず電話に出ろということじゃなくていいと思うんですね。僕らその最近リモートで仕事をするようになって職場とも別にあの24時間電話にすぐ出れるわけでもないんですが、まあ、連絡があってみてそれを返事をするという意味では、まあ、つながっているわけですよね。でそういうそのつながっている安心感というのがあの、まあ、これから必要なんじゃないかなってちょっと思ったんですね。そそしてその、えー 例えばですねあの、ワクチンを打ってもらえるかとか、えー、発熱外来っていう言葉がありますけれどもあのちょっとコロナっぽいんですけど見てもらえますかっていうようなことでかかりつけ私はあなたのかかりつけ医じゃないって断った事件があったと報道されましたけれども、えー、とお医者さんが答えるべきはですね、私のところでは発熱外来をやってないけれどもなんですよね。あの 近くで言うとあそこでやってるとか、まあそこ混んでるけどこっちだったらば、まあ、何時からだったら電話でちゃんとつながるから何だったら僕から電話入れとくからってその一言がやっぱ欲しいと思うででそれがそのかかりつけ機能かかりつけ医の仕事ではないかなと。